どうも、キュウチューでんかい、熊田です。おいしゃしゃ、ひひひ、ひもんじゃか。寝込んで。早く。寝込んでたぞ、お前。というわけでですね、今回、エマズラビート、都市伝説シリーズでございます。アンジンジ。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。あー、どうも。こんにちは。あー、すいません。どうも。いや、ミスター関。45の代いばんな今回の都市伝説は古来より世界中で頭部がない人間ブレムミュアエ人の伝承が多く語り継がれてるのね。というわけでですね、今回そのブレムミュアエ人について触れていきたいと思います。まあ、この首なし族のブレムミュアエ人とされる存在というのは古代ギリシャや古代ローマの学者たちによって記録されてて、中世には旅行記とか冒険書にも登場してて、大航海時代にも複数の目撃証言が残されていて、世界中で伝承として残ってるのね。で、この首なし族の最古の記録というのは紀元前5世紀頃で、古代ギリシャの歴史家のヘロドトスの著書歴史に残されてるのね。え、洗顔こうやってやんのボディスクラッチかお前ヘロドトスは現地の人々からアフリカ大陸のリビア砂漠の西のオアシスにはアケパロイという頭部がなくて胸から腹にかけて顔がある異形の人々の話を聞いたというふうに語ってるのね。で、この頭のない民族については古代ローマの地理学者のポンポニウスメラとか博物学者のプリニウスっていう人たちもブレムミュアエ人として首なし族についての著書を出版したのね。つまり原宿系だよね黒人になれないよなまあこれによるとブレムミュアエ人というのはヌビア、現代のエジプト南部からスーダンにかけての地域の近辺に住む一つの種族という風にされてたのね。そして時は流れて中世、やがてブレムミュアエ人の伝説は様々な旅行記とか冒険書に登場するようになるのね。雑魚は低いです。わかりました。クソどうでもいいだろ。例えば、古代マケドニアのアレクサンドロス大王の物語などにも組み込まれていたりとか、そこでは胸に顔がある、金色に輝く剛毛の巨人として描かれてた。で、さらに、14世紀にヨーロッパ、中東とか、アジアなどを旅したイギリス人騎士のジョン・マンデビルの著書の東方旅行記ってところにも、クビネシ族との遭遇が描かれてるのね。そして、このブレムミュア人というのは本当に世界至るところに生息したらしくて、当時の古い地図からも、このブレムミュア人というのが見て取れるのね。じゃあ地球儀とかでもいるってこと邪魔だろそれで、当時の地図にはその土地の地形とか特徴というものを珍しい動植物などで表したのね。で、その珍しい特徴としてブレムミュアエ人が多くの地図に登場してるのよ。なんか接吻のシーンとかあるってキモいだろで、ある地図には胸に両面があるタイプと肩に両面がある2種類のタイプが描かれていて、オスメスの見分けらしいの。で、大航海時代を迎えて世界各地が探検されるようになると、イギリスの探検家のウォルター・ローリーっていう人たちが南米ギアナ周辺で頭がなくて胴体に顔がある人々の噂を報告してるのよ。それ探検やめるでしょトラウマだろそれで、もちろんその姿というのも当時の地図にはしっかりと描かれてるのね。寄り目してって言ってもこうすんだよ中山筋肉まあそう、つまり古来より多くの人々が目撃して世界中で語り継いできたこの首なしのブレムミュアエ人とは何者だったのか、現在での目撃例というのはないために当時の人々が誤認しただけだった可能性もあるんだけれども、はたまた古来まで存在したエイリアンだった可能性もあるね。これあれだよ ね、口じゃないですか飲み会かお前